日本では自分の気持ちをストレートに表すことはそう簡単ではない。なんとなく自分の気持ちを隠して相手の期待に応える姿だけを見せてしまう時がある。だからこそ私は赤裸々な自分を表現するためにアートがなくてはならない。複雑な心の形を絵に表し、それを見た人の心が動いたら、どんなに違う人であってもつながり合えるのだと思う。トランスフォーミング、私の人生における変化をもとに描いた作品です。女優として、母として、そして今はアーティストとして。これは私が40歳を迎えるという次なるショーの始まりです。この作品には恐れや喜び、そして興奮が詰まっている。困難を乗り越えてこそ幸せをかみしめることができる。私はそう信じている。絵を通して赤裸々な自分でいること、これが私の目的です。